じいちゃんばあちゃんたちへの手紙とプレゼントが机の上に散らかってる。みんなお揃いにした。よし、どうも。イベント書いていこう。あ、リアルイベントでしょ。11月9、11月23。1月12。よし、まあとりあえずで、まあ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 設定しっかりは後で。とりあえず何ってな、神戸な、遊びたいけどな、どうせ早く帰ってこなあかんから。神戸、千葉、愛知もあんねんな。思ったで、愛知って何気にあんま行かんくない。スリッパの裏、服決めます。なんかやってほしいのありますか。私服でもいいし、まあコスプレは考えるけど、まあ私服がありがたいですけどね。コスプレでも、コスプレで来るんやったらいいよ。来へんやったらコスプレせへん。来るならコスプレいいよ。やったことあるのが猫、着ぐるみ、ポリス、制服、ウサギ、チャイナ、悪魔、アリス、メイドはもうやったことあるから、あるからすぐ切れるかな。でもし新しいなるんやったら、魔女、キョンシー、巫女、ナース、天使、赤ずきんちゃんとかは考えてたけど、そうそう、ハロウィン前やから仮装でもいいかなと思ったんやけど、それは別として、みんなが来ないなら仮装はしない。そうで、ゲームはなんか話詰まった時用にと思って、前回めっちゃ考えてたから大量にある。
こういう時な、何も言ってくれへんからな。握手会でハロウィンか。ハロウィンっていつやったっけ？30とか31とか30か31、あれじゃなかったっけ、さやちゃんのお誕生日じゃなかったっけ。30じゃなかった、多分。私毎年送ってんだ、おめでとうって。オンラインでもあれやけど、前髪そう切った、今さっき。どう思う、パッツンと流し。もうポニーしてる時に切った方がさ、なんか浮かんかなと思って。今日ちょうどね、あの外を歩かないといけないんで、その時に汗かいてどれくらい前髪が崩れてどれくらい直せるのかをちょっとちゃんと見とこうと思って。でも体育大会前に美容室行ってパッツンにするのが一番崩れにくいかなとは思う。あの前髪自体が崩れるんじゃなくて、なんか汗かいた時にこの中の方がくせ毛でうねるねん。それが嫌やからって気にしてたんやけど、当てて、前髪ストレート当ててパッツンが一番持ちがいいかなとは思う。短めに切ってもらって、もうストレート当ててるの前髪だけやからな。でそんなことはどうでもいいねんけど、オンラインとかのあれ決めないんですか。パウダーやってそれやで。だから前髪の話もういいって。新しく買った服、私服ってこと？コスプレってこと？もう私はこの時間中に決めたいね。もう埋まってんのかな、枠。埋まってんやったら申し訳、そんな急いでもなって感じだけど、埋まってなかった。ほんまにおはようしか言わねんな、みんな。このままやったら全部私服やけどいいの？ガーリーのやつがいい？何日がいい？私服やったら基本どの系統でもいけると思うね、基本な。何日がいいですか。あの何日あるかは書いてるんで、何このなんたらコメントみたいな、これじゃん、固定されてるやつじゃん。あ、ほらほらほら。あ、ちなみにあれですよ、オンラインでもリアルでもいいですよ、今なら全部空いてるんで。
気持ち的には、まあリアルで私服の方がありがたいですね。気持ちが。まあ冬場やから最悪上着で隠せば別に着ていけんこともないけど、なんかさ、一番嫌なんがさ、一部だけで早終わんのにさ、めっちゃコスプレだけ完璧な人がめっちゃ嫌やから、そうなるくらいやったらコスプレはなしにする。ほんでいつがいいか全然決まらんやん。予定確認してんのかな。あまりおはようコメントばっかりやん。決まるかなこれ。私お昼から用事ないけど、用事っていうか、あ、確認してますよね。全然いいですよ、ゆっくりで。いや、そのまま、なんか何も言わん人おるからさ、どっちやろうってなんだよ。おはよう。もう一回おはよう止めたい。なんか空き時間めっちゃもったいないわ。書きたいけど、なんだろう。学級記のやつ書いとくわ。あまりみんな「おはよう」しか言わんから。運動してない。もうね、私も気分が下がりすぎたら運動しないですよ。あの制服の中に着てるからさ、隠さなと思って。あれなんです、オープンキャンパス行くから。オープンキャンパス、なんか、前行ったけどもう一回行く。なんか学校みたいにやってお母さんが。私はもうそこでいいねんけどな。これ読むんかな。絶対ここに書かん方がな、読みやすいねんな。そんな予定ぎゅうぎゅうだったんかな。
神戸くらいしか行けない。その日か。リアルじゃなくてもいいで。私はいいけどな、27でも。みんながどうか。みんなって言っても絶対これ答えてくれへんの。みんな27日自粛でもいいですかって言ってもおはようしか来へんから。まあおはようしか来へんかったらそれでいいけどな。私は全然いいよ27。だってどうせみんなコスプレするやろ。じゃあ逆に行くの一部やな、多分早いし。ノースリーブ寒いね。何を着せようとしてる？急に。多分オンラインはそんな寒くないと思うけど、リアルはちょっと寒いと思うで。あんな広かったら毎回寒いから。オンラインはもう室内なんで、ちゃんと完備してくれてるし、あったかいように毛布とかも置いてくれてるからいけると思うけど、リアルは多分毛布かぶるとかも無理なんで、それなりに寒いとは思います。まあいいけどね、別に寒さは強いから、暑いよりマシやから全然耐えるけど。だから半袖短パンでもいけるっちゃいけるけど、まあ、視線が集まるんで嫌です。見られるんで、あまりに寒そうやったら私は27ガーリー系でもいいんですけど、どう思いますか？じゃあ5分まで、5分は短いか、10分までに反対意見が出なかったらそのままにします。手洗わないと多分何も送らないですからね。いいと思います。何時書いたっけ。この前髪いいな、なんか動きやすいわ。作りたてやからかな。400弱ですね。うん、リアルじゃない服も決めてるよ。オンラインでも何でもやってほしいのがあれば。ただコスプレってなったらみんなが来ないならやらないですっていうだけ。もういいです、それは。もう十分なんで、それならオンラインやる。この方が学級既婚クールって入れたら既婚のとこで変換されちゃった。私服が見たい派。いいね。私も私服でしたい派。でもコスプレが見たいならコスプレと思ったけど。どういうこと？受付期間短かったのに服決められた。どういうこと？あと4分です。
申し込んだ、もう申し込んだ、早っ、ありがとうございます。投稿してくれてた、私もう朝の6時とかにあのオンラインの告知を投稿してくださいって送ってるんやけど、まだ既読ついてなかったから多分寝てるんでしょうね。もう私は朝の6時から送ってるんですけど、どうしたんでしょうね本当に。6時に投稿してくれるとは思ってないですけど、起きたタイミングでと思って、はよやってるんでしょうね。夢の国に遊びに行くのとセットにして、ああそういうこと、あなたが、いいやん、行きたかったわ。でも遊びに行かれへんねん、中学生やから。行けるなら、あ今ポストされた、あじゃあ、あれか、配信しますも今ポストされた。まあ9時なら許容。たまにそのまま忘れる時があるんでね。方もリクエストありです、いいですよ。髪型だけ決めとくのでもありやけど、前みたいに、まあ何でもいいです。10分です、あれですね、決定ですね。リクエストはどうなったんでしょうか、考え中かな。今めっちゃプーさんが揺れてるように見えた、揺れてなかった、なんか最近さめっちゃうるさいなこの人、しゃあないけど、最近さちょなんか友達と遊んでる時にさ誰かになんかこうされた感じやったからさ、後ろ向いたら誰もおらんかったさ、友達にいてびっくりしてた。後ろにおったっちゃおったんやけど、友達がけど絶対やってなかったから、あのやってないところを見てる子がおったから、絶対その子じゃないんやけど、めっちゃ持ち上げられたからさびっくりした。髪の毛セットしてあげるイベントは無理ですね、それはもう運営の方に言ってもらって、なんかちょっと髪の毛触ったくらいじゃなくて、しっかり持ち上がってトンって振ってきたんですよ。
ていうのが最近なんかね多いんですよね。まあ信じてない派なんで別に何でもないんですけど、友達に言ったらそれを怖がるから面白いんですよ。本気で怖がってる感じじゃないけど面白いんです。これは時間帯が悪かった？配信の時間が。でもな、いつにしてもな、こんにちはとかしか来へんからさ。ほら今までしたことなくて、やってみたい髪型。勝ち盛りやりたいけど自分ではやられへん、無理、苦手。なんかめっちゃきっちりしてるからさ、きっちりやりたくなんねん。だからなんか韓国系のゆるいやつは苦手。ポニテとかも ゆるいやつあるやん、あれ苦手。ゆるいお団子とかゆるい三つ編みとか、もう多分髪質的にも合ってないねん。だからやりたいけど苦手だから無理やったことなくてやりたいやつ、髪型まとめてんの携帯の方に入ってんねんな。タブレット同期してないからさ、あの同期切ったからさ、入ってるっちゃ入ってんねんけど髪の毛は入ってない。私割と序盤にさ、あのツインテールでさ三つ編み何本か入ってるやつやってんけどさ、当時は割となんかすごい髪型やなって言われたけど、意外ともうやってる人多くて、なんか時代を感じますね。やっぱりやる人によるんですね。すごい髪型やなってだけど、いますよ割と今。ちなみにあれは8期やから8と思って、流行ってるしと思ってやったら8になります。やったことないの？アレンジやろ？あ、ワッフル巻きやってないわ。あのワッフル巻き用のアイロンがあればいいけど、でもないから、普通にアイロンでやったらめっちゃ痛みそうやからやらん。髪質？硬い、強いけど刺さるほど強くはない。まあ触ればわかるよ。あのアンジュさんとしおりさんよりは余裕で柔らかいし、でもそういうの、やゆいちゃんほどでもない、硬くもない。まこちはわからん、うん、難しいな。どんなんって聞かれても難しいけど、硬すぎるわけでもないと思うねんな、普通。でもどちらかというと硬いと思う、柔らかいよりは。リクエスト完全に停止したんですけど、11時までには決めたいな、さすがに用事なんで。ほんまにな、誰も言ってくれへんからな。え、もう私服が見たいって言ってるから私服ばっかりでもいいんですけど、反論がなければ。反論がなければこうしますって言ったら絶対みんな嫌って言いにくいからさ。新しい髪型やってみた。そうなんや。私は常に新しい髪型やからな、やったことないやつ。ウェーブ巻きでポニーとかもやったことないで、まだ三つ編み入れてる髪型もまだやってないで。アンジュさんが以前やっていたものとは
大量にあるからね。いや秋服着るかわからんくない？だって秋ないやん、もう春と秋ないやん。着てほしいけど、春だけはせめてなくならんといてほしい。私は春が一番好きやから、春だけはなくならんといてほしい。秋も好きやけど春が一番や。春だけはなくならんといてほしい。もう夏なくなっていいから春と秋延長してほしい。そう、何の服着るか決めてんねんけど、みんなおはようしか言わんから1個しか決まってない。決まって使いとく？わかりやすいように。兵庫の握手会の服が曜日確認すると、日曜日ですね。あれ着思ったで。あれ着、1月の何日に持ってくるん、それを。持ったよ、晴れ着。でも晴れ着持ってないねんな。年賀状の日って思ったけど、私は持ってないから。無理っすね。連休、うん、全然休み感ない。名古屋やね、うん、名古屋。うん、名古屋ちゃう。あれ愛知って書いてた。愛知じゃなかったっけ？名古屋なん？ん？名古屋の愛知？か。もう頭回ってないわ。名古屋の愛知のどっかであるってこと？別に普段の系統と全然違かったもん。名古屋駅から遠いからか。名古屋って書いてたっけ？系統そもそも海の方？まあどこでもいいよ。知らん。今服決めてるんやけど、海の方の愛知って言われても何か分からんから、ほんまに早決めたいんですけど。もういいってほんまに。ああめんどくさい話始まった。決まるかなほんまに。もうこの距離からやったら見えへんしな。
巻き、ただの巻き、ガーリー系、ただの巻き、多分髪の毛長いからただの巻きはなんか、カチューシャつけたらギリ、ピンつけるか、でもそれやったら清楚っぽくなっちゃうかも、ただの巻きやったら。ハーフツインとかの方がまだ漏れんじゃん、仮装みたいなに。あ、私服がいい、みんな。じゃあ私服にしよう。私もコスプレあんま好きじゃないねん。史上最強の巻き、グリングリンってこと？グリングリン？グリングリンはな、好きじゃないねんな。オンラインならまあいいですよ。グリングリンは好きじゃないねんな。まあまあいいですよ。多分他ないんでいいですけど、なんでも。多分あなたギャル好きな人ですよね。私ギャル好きじゃないんですよね。だからだと思います。あ、確かに網とかをちゃんと理解してないと口頭で言われへんな。口頭で言われへん。いや普通に好きなやと思うで、いつも巻きって言うから。名古屋ってそうなん、文化で巻き派手な、そうなん。まあ巻きは好きやけど、まあ何でもいいですよ。多分それしかないんで、他ないでしょ。だってでも私服にしても系統決めてもらえないと、あの何も宣伝できないんで、早く決めたいんですけど。本当におはようとかいいからほんまに早く決めてほしいんですけど、ないって言われても全部決めなあかんからさ、髪型と服といろいろ、メイクの系統もやし、だから本当に早く決めてほしいんですけどね。ほんまに何もこうへんよな。もう全部決めなあかんやん。まあいいけど。余裕あるないじゃなくてさ、もう運営はどうにもならんねんからさ。Y2K いいよ。いつ？もう人に変われなんて言っても変わらんねんからさ、こっちで変わるしかなくないって言ってるさなかこれやからさ、結局やん。ワンピースがいい？いいよ。
ワンピースとはいつ系な、いつがいいかも教えてくれたら、ないなら適当に決めますけど。カフェの写真で着ていた服、どのカフェの写真や。12月のオンライン、いいよ。ちょっと待ってな。12月のオンラインは2回ありますね。土日どっちがいいですか。韓国風いいよ。いつ Y2K と韓国風ほぼそんな変わらんけど、まあいいか、何でもいいよ。どっちがいいですか、土日。とワンピースですよ。日曜日 OK。 地元愛知なんや。いいよ、来てたら嬉しいよな。携帯で打つとめんどくさいんですよね。で、続け。よし。日曜日サイドポニー。いいよ、サイドポニー。いつの日曜日。サイドポニーか。いいよ。オンラインでもリアルでも、じゃあオンラインにしましょう。オンラインの日曜日は1月19日か10月13日か、日曜日ならどっちがいいですか。序盤か後半か。ほんでワンピースはいつでもいいんですか。ワンピースと韓国風、どこでも。じゃあ序盤でサイドポニー。サイドポニーはあれですか、服指定なしですか。服むずいけな。サイドポニーに合う服やろ。サイドポニーに合う服ってむずない。もう普通にポニーで合う服でいいか。まあどうせなんか買うと思うんで、その時に考えます。じゃあサイドポニーして買い物に行きます。で、試着したらわかるでしょ。長身長し、いいよ。いつがいいですか。まあ前髪の決めるのは後からでもいけんじゃん。前髪流しの日ってなんかちっちゃない変化。前髪系統決めた後にこの日前髪流しでって言ってくれたら、
まあ、前髪は基本なんかどっかで流すと思うけどな、あの気分で。スネパッツンじゃないかも。まあパッツンがいいなーって気分やったらパッツンやし、流しがいいなーって思ったら流しやけど、流しがない可能性もあるから流しを決めといてもいいよね。今日声全然出れへんねんな。確かにね、髪の毛も。まあそれは服でも一緒やけどな。って言っても隠しすぎたらみんな来へんやろ。なんである程度解禁しないと。サイドポニーってそういえばこっちに書いてないの。昨日発表で今日締め切り。今日締め切り？確かにやばいな。全然分かってなかった。今日締め切り？やばいやん。じゃあ早投稿してほしかったな。だいぶ早投稿してほしかったな。これが日曜日でサイドポニーですね。欲しい。なんか後でつけようか。な、それはさすがにびっくりするわ。それでか、なんか急やったのにって感じだな。なるほどね。今日の昼過ぎやばいやん。昨日の夜に言われて、昨日の夜なんか来たなとは思ったけど、もうなんかいいやと思って見てないんですよ。だからああそうなん、3時ごろやばいや。3時 ?6 か5か分からんかった。3時ですね。よいしょ。やばいやん。一体この喉の圧迫はどの角度がいいんでしょうか。この角度割とな、出やすいねん声が。だから自然とこっちに流れていくんですけど、これだとめっちゃ姿勢悪い人じゃないですか。あの姿勢が悪いんじゃなくて、これじゃないと喋れないんですよ。だからどんどん傾いていくんですよね。自分でも思ってるんですけど、最近姿勢悪いなって。いやほんまにいいよ、何も把握してないですもん。日程はでも今回は早めにメモしてやろうと思ったから、たまたま早くやったんですけど、やばいですよね。こんな早くに幕張？あ、そう、あ、あなたがかな。ほんでワンピースと韓国系はどこへ？どこに入れたいですか？なんかめっちゃ棒読みみたいな喋り方になんねんな。棒読みじゃなくて声が出ないんですよ。なんやろな、これ喉が腫れてんのかな、物理的に。うん、確かに大阪あんまないな。今回ないしな。確かに大阪多いんじゃない？
大阪から世界へとは言いつつも原点忘れたらよくないじゃん。海外は行きたいけどないやろ。朝一やで、もうやばいで。ねっていうかさ、めっちゃ不安なんかさ、学校のテストと被ってないかな。確認してないねんけど、まだ被ってるとかないかな。ていうか普通にここら辺受験前やでな。いやここら辺じゃなくても受験前やでな。やばいよな。1月やで、受験1ヶ月前やん。やばいやん、だいぶやばい。で、あれはいいんですか、ワンピースと韓国系もう決めていいんですか。空いたところにいますね。じゃあ多分なんかいつでもいいのかな。簡単に言うけどだいぶしんどいからな、移動時間に。ってこの前も移動時間新幹線ずっと勉強してたけどめっちゃ気持ち悪かった。じゃあね、新幹線ってさ、ほんまに匂いがさ運なんですよ。本当に行ける時と行けない時の差がすごいんですけど、この前は行けなさすぎて、あの寝ることすらできないくらい気持ち悪かったんで、頑張ってあの本読んでたんですけど、本読み終わっちゃってあの気持ち悪すぎて寝れないから無理やり勉強してたんですけど、もう下向いたら出てきそうやった。まあ下向いて書くんですけど、だから上向いたり横向いたり頑張って寝てみたりやったけど、うん、何しない。じゃあ周りにメンバーはおらんかったよ。前にはおったけど横にはおらんかったけど、匂いが無理すぎて。私乗り物酔いしないタイプなんですけど、匂い酔いがひどいんで、あの本当に運なんですよね。乗り物は、乗り物自体では酔わないけど匂い酔いで気持ち悪くなるって。めっちゃしんどかった。降りて1時間くらいしんどかったもん。匂いが敏感なんですよ。割と学校でさ、前の席の子がさ香水使ってたりとかしてももう酔って1日気持ち悪いんで。ほんまにそれやばかったな。学校でもあったんですよ。前の席の子がなんかハンドクリームか香水か分からんけどものすごい強いんですよ。で強くてもいけるタイプもあるけど、強くて無理なタイプだったんですよ、香水の種類でも。で無理なタイプが1ヶ月くらい続くから、もうえぐ気持ち悪い、毎日気持ち悪い。え香水分からん、いいんか分からんけど、あかんっていう校則はないから多分つけてきてる。もうえぐ気持ち悪い、もう授業どころじゃなかった、毎日吐きそうやった。けど別にその子がさ、みんなを気持ち悪くしてやるって言ってつけてきてるわけじゃないからさ、どうも言われへんくてさ、めっちゃ気持ち悪かった。今も若干やねんな。まあ今はいけるっちゃいける、前よりは全然マシ。ほんまにやめてほしい。もう学校なんかさ香水つけていったらさ混ざるに決まってるやん。もう混ざってるのも気持ち悪いし、単体でもつけすぎやから気持ち悪いし、その子は別に悪くはないねんけど、1ヶ月ずっとしんどかってさ、ほんまに。でも先生に言ってもさって感じやん。だってその子が悪いわけじゃなくてさ、やのに先生に言ったらさ、でその子に言ってもらうとかになってもさ、なんかさって感じやん。なんかだからめっちゃ言いにくかって、1ヶ月ずっと気持ち悪かった。ほんまにしんどかった。席替えしたからまだマシやけど、方向性、あ車もな、分かるで、新車とか苦手。前乗ってた車はめっちゃしんどかった。もう自分があれなんけどな、昔もう匂いないけど。寝るスメールハラスメント、あ、そうなん。
いやー、でもその子まだハラスメントって言うにはかわいそうやろ。中学1、2年でかわいそうすぎるわそれは。で、悪くないもん、その子。悪いっちゃ悪いよ。悪いけど、つけてくる方が悪いけど、だからといってそんな怒られたらかわいそうや。ほんまにしんどいねん、私匂い敏感やねん。ほんまにやめてほしい。でも新幹線のはそっち系じゃなくて、多分ストレスの匂いやってん、その日は。前回の東京行った日、もうそれこそほんまに悪くないやん、つけてるわけでもないからさ。3時間しんどかったですね。結局降りる駅も私の1個前だったんで。男性の汗も苦手やけど、だからそっち系はもうしゃあないねん。かわいそう。だって誰も悪くないやもん。好きな香り、桜の香りが好きです。ただお花の香り系は基本何でも好きですけど、それもつけすぎたらしんどいです。そうやね、誰も悪くないからさ、3時間きつかった。しかもストレスの匂いってさ、もうお互いしんどいよねーってなるよね。しんどいよねーってなりながらもしんどいからさ、もう賭けなんですよこっちは。電車もそう、しょうがないからさ、うってなるよ。入る瞬間に、あ、今日あかんわって。フルフル先生何もつけてないな。そんな先生らの匂い嗅がんけど、つけてるなって思った人はおらん。柔軟剤とか、めっちゃ暑い日に汗かいてたりとかしたら言うけど、そんな強い匂いはないかな。誰もつけてる人おらんし、そんなうってなる人おらん。別に自分から嗅ぎに行ってないね、私。嗅ぎに行ってなくて来るからさ、勝手に。だから強いやつにはほんまに気持ち悪くなるけど、弱い匂いはほぼ感じひんから。めんどくさいよね私。ほぼだからわからないんですよ、誰の匂いしたとか言われても、え、わからんってなるんですよ。でも逆になんかすっごい変なとこで覚えてるんです。あ、これここのなんか何年の何月の何日に誰とここに行った時の匂いみたいなは分かるんですけど、マスクしてんねん。してても分かんない。あ、金木犀好きですね。めっちゃ好きです。めっちゃいいよね。今なんかフェイスパウダー金木犀の匂いなんですけども、気持ち悪いです。気持ち悪いんですよね。ありがたい、お母さん買ってきてくれたんですよ。私金木犀の匂い好きって言ってたから買ってきてくれたんですけど、顔に直接つけるのは匂いはきついです。ありがたいんですけどね、好きなのを知ってて買ってくれたから。マスクしてると余計にさ、その顔につけてるやつがさ回ってくるからさ、若干朝酔ってる。まあもう慣れたけど、そんな顔につけるやつやからね、きつくはないからさ。金木犀めっちゃ好き、いい匂い。でもフェイスパウダーは敏感な人はやめた方がいい。匂い付きは基本やめた方がいいよ、しんどいから。そうですね。でも自分の匂い気になるくない？なんか、しかも香水つけてない時って気になるくない？石鹸はいける、全然酔ったことないわ。石鹸は、石鹸はない。ラッシュとかもない、入浴剤系もない。そっち系は言わない。なんでやろな、なんでなんやろ。香水とかハンドクリームとか、そっち系が無理。鼻栓して毎日過ごせと、こっちがね、こっちがね。あ、1時5枚ずつ3回。あ、そうなんや、そんなんあんねんな。
何そんな制限せんでもどうせ買う人おらんのに、クリスマスのとこはもう年がら年中受付くらいでもいいとかね。花柄のワンピース、あ、いいですよ。ちゃうよ、買う人は買うよ、私のとこは買わないよってだけ。いいですよ、あのワンピースはどうですかっていうのがさっきやったんで、それと一緒にしますね。いつがいいですか。うん、付け方にも問題ある、ほんまに。そう、上限わかんねえ。上限いる人もおるよ多分。うん、めっちゃ先輩らとかやっているんちゃう。黒島レベルはいらないんで外してください。ほんまにいらないんで、なくてもそんなそれ以上買わないんで、本当にいらないですよね。まあ公平を取るか平等を取るかって感じですけど、匂いはね、あそか。でもどうしようもないやん、誰も悪くないやん。あの香水系のやつは多少はつけた方が悪いと思うねんけど、ほんまにストレスとかの匂いはさ、どうしようもないからさ、ほんまにね、ダメですよね。私音と匂いに敏感なんですよ。昔はめっちゃ目良かったけど、なんかもう最近眼精疲労で何も見えない。多分あの眼精疲労でか分からんけど、目が見えにくくなってからよりなんかもしれへん。なんか五感ってさ、一個潰れたら他がなんか引いててみたいなのあるやん。だから強くなったんかな分からんけど、もういなんねんな、嗅覚と聴覚いなんねんな。まあ敏感になる時期ではあるけどな、中高って。一番匂いとか、匂いは聞いたことあんまないけど、まあ音に敏感なのは確かにその時期ですよね。ストレスの匂いありますよ、ストレス臭。もうそれに至っては本当に誰も悪くないんで、だってわざと匂いつけてるわけでもなければ、こっちから嗅ぎに行ってるわけでもないんで、誰も。リアルか、まあだからね、新幹線はね、その点ではしんどいですけど。あー、そうそうそう、誕生日とかにさ香水のプレゼント選ぶの強いですよね。だからびっくりしましたよこれ、だいぶびっくりしましたよ。まあ一番好きな匂い言ったから、なんかすごいよね、あのさ DMO の道具のさ、あの髪の毛一本ピッて抜いてさ、機械の中に入れたら、なんかその髪の毛抜いた人の顔がさ、なんか全部本心で答えるみたいな機械があるんですけど、あれでも持ってんのかなってレベルで当たってくるのすごいですよね。ちょうどしかも香水欲しいなとか思ってる時にですよ、ほんまにその機械持ってんじゃんって思ったもん。全部本心でしか答えないんですよ、よっぽど嫌なことがない限り。っていうのが持ってるんですかねってくらい当ててくるからびっくりですね。あ、移動遠いんですか。10期は話してない。多少はあの業務連絡はするけど、それ以外は。TikTok 撮ってもいいですかと、私この動線通ってもいいですかしか喋ったことない。全部敬語っていうね。それを喋ったうちに入らないので、私はまだ喋ったことがないです。あんまり合わないんで。
向こうの人つまり、あ、そうなんや。あれおもろいよな、ドンピシャで当てるときもいいから。そう、めっちゃおもろいよなあれ。あれめっちゃ好きやわ。キモいからってなんやねんって。あれめっちゃおもろいよな。もう完全に個人の感想やもんな当てられたらキモいからって。めっちゃおもろいやん、あれ好きやわ。いや確かにびっくりするけど、おーすごいの方が勝つからさ、自分やったら。めっちゃおもろい。まあ匂いは仕方ないですよ。でワンピースと韓国風は多分ね、どこでもいいんでしょうね。来ないですね。どこがいいですか皆さん。ワンピースと韓国風盛り上がった、いいな、やりたいな。誘おうかな友達。いやでも多分分かってくれへんと思うね、そのルールを。だいぶな、うん、説明で時間取りそうやねんな。なんか分からんからやめようってなりそうか、一回やって終わりとかなりそう。クリスマス、あ、思ったよ。してなんかね、どうしましょうかね。クリスマスやで。え、冬来るん、これ。来る、クリスマスずれる、クリスマス夏とかならん。もう沸騰かやで、ゆでだこやで。あ、そうなんや、ドンピシャ出るんや。え、やりたいな早く。めっちゃおもろいけどな、ドンピシャ。このルール決めたのすごない、最初から全部。めっちゃおもろいねんけど。多分な、友達な一人は、でも普通の会話でもあのすごい世界観があるので、私の仲いい子たちはみんなだから、なかなか多分絶対分からんやろなって子が一人いるのと、多分頑張って汲み取るから分かるやろうなっていうのが3人くらい、2人、うん、2、3人くらいで、で途中からめんどくさくなるんやろうなっていうのが全員やから、多分続かないでしょうね。分かるなら面白いんですけど。あと5時間ってやばない締め切り。うん、面白そうやな、やりたいんですけど。一回説明してみるのもあれですけどね、意外と分かったりするかもしれんから。自分は説明できないんで動画を見せます。ただその長い動画をちゃんと見れるかっていうのも問題なんです。確かに仕事ある人、今日土曜日か、昨日オンライン授業でさ3時間目までやったからさ、なんか全然日曜日の感覚やわ。昨日ほぼ休み。楽曲の衣装、あー確かに写メ会、うん、そっか、ほんまやな、衣装やん写メ会。うまいな。それでオンライン授業やで、面白いから好き。11月23の
土曜日が千葉で写メ会、衣装は仕方がないです。そうですよ、朝一ですよ。私は朝一の人です。幕張どこでしょうね、わからないです、場所知らないんで。あのいつもどこで開催されてるか分からず行ってるんで。ああ、ここ来たことあるって思いながら。ああ、肩叩きないんですね。確かにないね。肩叩き苦手なんでいいですけどね、全然苦手なんで、いまだに苦手なんで。でもまだマシにはなってきてる、克服してるんですよ割と。車移動、まあ車はまだマシだって。メンバーでそんな匂いきつい人おらんし、あのきつくても大丈夫な匂いと、きつかったら無理な匂いがあるんですよ。あのすぐ酔う匂いと、そんな酔わん匂いと。だからそう、メンバーだけの車は大丈夫な。あーでもたまにすごいタバコの匂いがこびりついてる時ある、それはちょっと嫌かも。まあそれじゃなければ、まあドライバーさんは吸いますからね、仕方がない。そう、強く叩けないタイプ。これが一緒。写メ会6部。ああ確かに、なんか一個だけ6部あった。あれ何なんでしょうね。ちなみにこれ変えたの気づきました。いつも SG だったんですけど、今日内巻きなんですよ。今思い出しました。ああ電子タバコも一応匂い残るんや。へえ。タバコの匂いは本当に苦手です。あの難波でも吸ってる人多すぎてめっちゃ嫌。あの受動喫煙がとにかく嫌なんですよ。肺を守りたい、ほんまに嫌。あの外で吸えばいいって問題でもないと思うんですよ。ちゃんと喫煙所に行って吸ってくださいよ。路上でされるとね、こういう人がいるんで気持ち悪くなるのと、肺を守りたい人間なんで、あの本当にやめてもらってね。嫌ですよね喫煙所で。ちょっとそれはさすがに分かってほしい。サイドポニーむずいな。まあまあね。そうですよ、タバコはやめてほしいですね。だからいつもあのタバコをめちゃめちゃ吸ってる人が多い道は、もうだいたい同じ道通って生きてたらわかるんですよ。もうここは毎回おるって。だからもう行き止めて歩いてる。特に夜はね多いんですよね。昼もいるんですけど、
昭和は。でも私は昭和に戻ってほしくないですよ。だって吸ってる人いっぱいいるんでしょ。吸わないですね全員。フルフル先生は昔は吸ってたらしいけど、あんな若いのにな、あんな若いのに吸ったことあるんですね。なんかサークルとかでなったんじゃないですか、知らないですけど。めっちゃ詳しいんですよ。なんか全然知らんけどめっちゃ詳しいんですよ、謎に。で、なんでってやってたって生徒に聞かれて、うんって。でもやめてました。何きっかけか覚えてないけど、やめてくれたなら何でもいいです。着ぐるみいいよ。着ぐるみなんかなかったっけ。まあいいよ。いつがいいですか。おはようございますの次に好きですってくることあんねんな。急に告白された。何の話してたっけ。ああ、フルフル先生なんだろうこれ。そうだね。でも辞めたのすごいですよね。なんか辞められへんからっていう人多いけど、他の人は多分吸ってないんでしょうね。聞いたことないですからね。前の校長先生はめっちゃ吸ってましたよ。まあ、匂いがだから苦手だったんですよ。話してくれるんですけど、すごいお話が好きな先生やったから、あの話しかけてくれるんですけど、あのすごい匂いが強いので、うーんって思いながら聞いてました。匂いがね、ね、タバコは嫌いです。ペンギンもクマさんもそんな匂いしたことない。ペンギンにいたってはお酒もあんま飲まんからな。すぐ寝るんやって。一番タチのいいタイプですよね。すぐ寝る、何も悪くない、ただ寝るだけ。お父さんもそうですよ、ただ寝るだけ。めっちゃ弱いんですけどお父さん。でもなんかお父さんの友達とかとご飯行くってなったらめっちゃ嬉しくなるんでしょうね。すぐいっぱい飲むんですけど、すぐ寝るんで、でも何も悪いことないんですよ、ただ寝るだけやから。こっちからしたらものすごい楽。逆にめっちゃ喋るとかめっちゃ泣かれるとめんどくさいから、全然マシですね寝る方が。あ、そうやそうや、先生になるからって言ってやめたんや。なんか教員試験受けるのにタバコ吸ってたらやばくねってなったのに気づいたみたいで、フルフル先生は。だからやめたらしいです。よかった、そんな常識的な考えを持ち合わせていて。お姉ちゃん成人してますよ。ピン止めしてやる。うん、そう、いいね増やしたいやつと、普通に一番いいねが多いやつと、あのトップやと思ってたよ私。だから一番多いやつと伸びてほしいやつ。あの若いうちには気に入ってるから止めてるだけで、もう一個のなんか海で撮ってるやつは普通にトップ。なんかさ、普通に見ててさ、横にスライドしたらトップって出てくんね、赤字で。だから一番いいねとか再生数が総合で多いやつなんかなって思ってたら、なんか違かったから、ただのピン止めやったから、トップと思って一番伸びてるのやって。だからその点で言ったらいいねが一番伸びてるのはその海で撮ったやつなんですよ。でも再生数が一番伸びてるのは若いやつ、若いうちにシリーズなんで、まあそうだということにして、再生数を伸ばしたいんです、あっちは。まあいいねもですけど。
だから貼ってます。で、あとは普通に200超えてほしいやつ、低すぎるんで。っていう意味です。肉は普通にトップですね。一番あのコロコロ変わってるやつはただ伸びてほしいだけ。最低基準で200でやってほしいんですよね。配信決まるまで、まあでもお昼にちょっと出ないといけないんで11時までには終わるけど、本当は服を早く決めたいんですよ。でも今4つしか決まってないんですけど、そっからあと2つはワンピースと何ですか、ワンピースと韓国系は出してくれたけど日にち言ってないから、それだけ空いた日にまあ入れようかなと思ってみんなに聞いたんですけど、多分忘れてるんで、まあまあでもワンピース好きやからな、リアルでもいいけどなって思ったけど、どう？でもあれなん、ハロウィンとかいなんの？カチューシャとかつければいいか。そうやな、サイドポニーの日なんかやろうかな。じゃあサイドポニーお化けにしとこう。だいたいわかんじゃんそれで。軽くなんかします。じゃあちょうどそこ服決まってないんで、若干もしかしたらみたいなに。片目隠しの髪型なしですね。できないんで、長さが無理なんで。あれ、なんか諸説悪くないですか、アスカさんの隠してる理由何なんですかね。あれ本ではなんかただ自分が怠惰でなんか伸びちゃってたみたいな感じだったんですけど、他のところではなんかあまり聞かない方がいいですよって感じだったから、なんかそういう何やろ、目が弱いのかとか思ったんですけど、な、諸説ありすぎてどれなんでしょうね。小悪魔系いいですよ。小悪魔系っていうのは小悪魔のコスプレなのか小悪魔系の服装なのか、どっちでもいいですけど、どっちもでもいいですけど悪魔は持ってるんでえ、諸説あるんですよ。あれ何なんでしょうね。ナスカさんめっちゃしょうもない嘘好きなんで、その可能性があるんですけど、どれが、あ、系で OK です。私もそっち派です。小悪魔系いつにしますか。で、クリスマスは何もしなくていいんですか。なんかしたくないですか。じゃあクリスマスの小悪魔系にしますか。ああ、いや、どうなんでしょうね。でもどれが本当なんかわからないんですよ。でも本でわざわざ嘘つきますかって思ったら、本に書いてるやつが正しいのかなって思うけど、もしそうじゃなかったとしたら聞きにくいから、なんかね、どうなんでしょうねって毎回思ってるんですよ。どうなんでしょうね。でもしそれでさ、目がちょっとさ、なんやろ、弱くてさ、守ってるとかやったらさ、なんかねってなるじゃないですか。なんかそう、まあ何でもいいんじゃないですか、別に似合ってるし。でも全部あげたらどうなるんですかね。一回オールバック見たくないですか。めっちゃおもろくない？めっちゃおもろくない？一回
一回オールバックしてほしい。気になる。同い年で元バンドマンで嘘つきで、え、元じゃなくない？アスカさんもうやってないんかな、分からん。なんかカメラとバンドでも、ペンギンはボーカルやから、アスカさんはあれやから、何やったっけ、なんかピアノみたいなやつ、なんたらリストみたいな、何やったっけ、なんか何やったっけ、あるんですよ、その楽器、楽器やから。ペンギンボーカルやから違う、まあバンドっていう意味では確かにそうやけど、元じゃないね。達観してるのも確かに共通やけど、まあペンギンの方がはるかに下ですけど。あ、そうそう、楽器ね、そうなんでしたっけね、わからないですけど、詳しくないんで、めっちゃ新規なんで全然知らないんで、本当に知らないんですけど、ちょっと TikTok と X 見てるかなレベルなんで、本当にそう浅いんですけど、ペンギン全然短かったよ髪の毛、写真あの人もなかなか承認欲求の塊だと思うんですよね。だって自分の高校時代のさ、バンドボーカルって言ってさ、ピンク T シャツでこうやってしてる写真さ、授業中にあんなどでかいモニターに映し出すんですよ。なかなかの塊でしょあれは。だいぶですよね。人に承認欲求か承認欲求かって言いやがって、全然自分もじゃないですか。やばいですよねあの人。めっちゃおもろくない？これで、ね、ピンク T シャツやで、でボーカルやで、めっちゃおもろいやん。なんでそこまで見して動画を見してくれへんねん。あの人なんか変なんですよ。自分からかまってきてほしくて、なんか話し出すくせに聞かれたら答えないんで。何ですかね、心臓さんとかがやってるセクシー系の衣装アピールしてる、うわ早くなくなってるイメージ。じゃあしますか、いいですよ全然。黒島がやって何もバッシング受けないですか、マネージャーさんに止められたりしないですか。いや私はいいんですけど、止められたら気まずいんで嫌ですよ。シンシンさんレベルじゃないんだったらいいんじゃないですか。止められるのが一番気持ち間違えた、気まずいんでね。キーまで一緒やん、キーまで一緒やん、噛んだ噛んだだけ気まずいですから、噛んだだけ。噛んだだけ気まずいって言いたかった、違うこと考えた。サンタさん、あ、いいですよ。サンタあったんちゃん、持ってたよ。いいですよ、いつにしますか。 Y2K 決まっちゃってる、まあ土曜日でいいか。気まずいって言おうと思った、口が勝手にもうになってた。Y2K なんかね、何年代か覚えてないけど、なんか昔のやつです。ピンクバンドいいですけど似合わないんですよね、そっち系。バンドボーカルマイク持ってくる、いいですよ。ペンギンに見せたいなそれ。次スピーチないかな、国語スピーチ。ペンギンの写真と並べたいもんな、同じポーズしてやりたいわ。スピーチないんかな。あーそうそうそう、いやーそう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 、理解が早いですね。あ、2000年代みたいなやつ、そんなん多分。あそう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 、理解が早いですね、いいですね。
さらば純情な感じでいいやん。あれもう曲の題名だけ今出てんの。もう歌出てる？歌出んのやったら早ない？うわー、スピーチやってほしい。次スピーチない？国語。わ、スピーチあるんやったら絶対やりたいわ。もう10月12日土曜日とかもう一発目に持ってきたいもん。もう超一発目に持ってきて早スピーチの準備したいもん。めっちゃやりたい。タイトルだけ、うん、超おもろくない？ピンク T シャツ並べたいもんな。じゃ並べたいもんな。もう自ら並びたいもんな。やりたいわ。絶対ペンギンがその写真をくれるとは思わないですけど、いくらスピーチのためとはいえ。あんまり書いたら当日おらんやんって。誰が言ったかまで覚えてないですよ。ピンク T シャツで誰をイメージしたでしょうって。いいよ、いつがいいですか、いつがいいですか。でもあの初っ端な出だしでそれはきついんで他でもそれだとね、多分ね、ここサンタさんにしよう。12月7サンタさんでいいですか。さっき携帯で、いやこっちでまとめた方がやりやすいんですよね。とするとで、リアルでピンク T シャツはちょっと嫌なんで、最初か最後になるんですけど、最後になったらもう1月なんで、受験前にふざけんの気分がねどうかわからないね。どっちにしますか。どっちでもいいですけど、賞味間違えた。7がサンタさんですね。土曜日。あ、サンタさん、くらいですかね。大鳥？最後の最後？最後の最後ピンク T シャツ気まず。いいよ。T シャツの変換が、間違えた、何回間違えんねん。日曜日です。なんかすごい違う、 T がすごい。バンド風にしとこう。いいですね。 OK。 じゃあちょっと芋っぽくしときますわ。芋っぽかったんで、掘り起こしたてかなくらいの芋にしておきますね。もうメイクもちょっと赤褐色に、メイク赤褐色って何、土系色にしておきます。メイク赤褐色って何、つまみれやん、ハロウィンメイクやん。
どうしますか。あと、うん、4個残ってます。どうも、超面白いな。最後ピンク T シャツか。19の方ですね。2があれですね、年賀状。どうしましょう。あ、違う違う、韓国風とワンピースがあるんや。握手会とかワンピースでいいんじゃん。可愛くない。あ、そう、オッケー、ワンピースにしようよ。11月9とかはか、年賀状かリアル。朝早いんですよね。まあオンラインでもいいですけど、韓国風もありますよ。日程決めなかったタイプなんで、それどうしますか。オープンキャンパスって筆箱やな。筆箱とくらいか。学校探検なんで。4月ワンピース。どんだけ寒い服だと思ってるん。そんな寒いの着ていかないですよ。ワンピースはワンピース。ああ、チェック柄、チェック柄、柄をして、まあいいですよ。チェック柄ね、いいですよ。チェック柄、チェック柄、了解です。いつがいいですか。初日韓国、はーい。了解。間違えた。もう先から同じ手順で間違えてる。初日は土曜日でしょ。合ってるね、合ってるね。うん、チェック柄とワンピースはどこに持ってきますか。3個、チェック柄とワンピースどうします。え、ワンピース9でいいかなと思ったんやけど。土曜日握手会空いてるの18。あー、18土曜日ですね。そうですね。にチェック柄ですかっていうことですか。まあそうっていうことにしときましょう。もう何でも、僕でもそんな大差ないですよね。多分そうでしょう。土曜日、そんな適当に入れてるけど、服買いに行かないといけないんですよね。入れますよ、もう。でもこれリアル、まあいいか。であと1回、あと1回、何にしますか。年賀状の日、これがワンピースですね。あと1回、年賀状の日何したいですか。あの晴れ着はちょっと、あのお話し会だけのために買うっていうのはね、あれなんで、晴れ着はさすがに
新年何日ます、何年ですか、てか今年何年ですか。ペンギンのバンド、あ、タツ年。じゃあ今、う、あ、そうなんや、タツ来年ヘビ、あれなんかいろいろ出てない、ヘビ、ヘビってこと、タツ、難しいですね、それはコスプレにどうにかと思ったんですけど、なかなか難しいですね。今年が経つ、あ、だからヘビ、あ、そういうこと、うん、まあ何でもいいです。なんかないですか、年賀状。年賀状って何なんですか、そもそも。何ですか、渡すんですか、手渡しってことですか。バンド名聞いてないですね、知らないです。リアルの日はね、10月27の兵庫の握手会がリー系で、11月9日の握手会がワンピースで、まあ、11月23は写メ会衣装で、最後の11月12日の愛知がなんか決まってないです。どうしますかって、年賀状がよくわからないんですよ。あれ何なんですかね、手渡しってことですか、話してよろしくお願いしますってことですか。じゃあなんか余ってる名刺渡したいんですけど、同時に大量に余ってるんですけど、もう友達にあげたもん、名刺どうぞって。着ぐるみ、ああ、ほんまや、あれ着ぐるみ入れてない、ほんまやな、着ぐるみにします。じゃあ前やな、中学最後のイベントやん、前やん、あー、番号付きで抽選、抽選はなんか書いてたな、うーん、難しいですね。まあ説明してくれるでしょ、少なくとも当日は。着ぐるみにしますか。蛇の着ぐるみってむずくないですか。かぶり物とかでいいですか。でも蛇って書いてきますね。蛇ですよね次。これは日曜日。曜日の、愛知で持っていいですか。ヘビでもうあれが文字数がやばい。これがワンピースの日が千葉握手会、千葉だけかければ
千葉、千葉まででギリですね。180字しか入らないのに180字もう入ってます。よし、まあこれで。ワンピース知らん、漫画もアニメも知らん。よし、イベントコピーします。コピーして、オッケー。まあヘビでなくても可愛ければ、まあワンポイントヘビで、そんな全面ヘビだと思わないでくださいね。全面ヘビではないんで、さすがに。よし、終わりましょう。あ、なんかゲームとか決めてないけどいい？もうやらん？考えてたけど、そういえばいらんか。あまりにも伸び悩んだらつけますか？やばいってなったら。よし、とりあえずコピーが消えないように終わります。お団子部屋来た。今からあれなんですけど、あのオープンキャンパスなんですけど、どうでしょう。割と今日綺麗にできたんですけど、ランキング読みます。すごい、ハッシュタグこんなとこに出てんねや。13位、逃亡者 K さん、ありがとうございます。12位、なべちゃんさん、ありがとうございます。11位、オレオズさん、ありがとうございます。10位、なる兄さん、ありがとうございます。9位、ヤスさん、ありがとうございます。8位、まさきさん、ありがとうございます。7位、マジカネクキタルさん、ありがとうございます。6位、やらけんちょびさん、ありがとうございます。5位、まきこさん、ありがとうございます。4位、たかしさん、ありがとうございます。3位、たかやさん、ありがとうございます。2位、さとくんさん、ありがとうございます。1位、すずさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいつもよりランキングがマシやった。なんでですか？ヘアアレンジしてないのにヘアアレンジのハッシュタグは詐欺じゃないですか？名前のどこかにもヘアアレンジっていうのか、ということですか？え、みうち体調不良？大丈夫かな？ヘアアレンジがどこか、了解です。あ、でももう文字数限界なんですよ。まあ、頑張ってみます。体調不良か、大変やもんな今。体調も崩しますよね、そら。ただの体調不良の可能性ある？これ喉もしかして可能性ない？病院行ってないからわからんみたいな。まあ行かないんですけど。え、名前髪パッツンと流しどっちがいいと思いますか？当分パッツンの予定なんですけど、どっちがいいですか？あ、流しはまた考えておきますね。どっかでやります。え、シューマイをマヨネーズで、すごい。シューマイは何もかけない。日曜日は友達とちょっとだけ遊びます。女の子です。女の子って言い方も良くないと思うんですよね。同性、同性っていう言い方はギリ許容にしてください。同性です。今のパッツンがいい。じゃあもうパッツンでし、行きましょう。異論がないなら。扁桃腺が腫れている。あ、そう、腫れやすいんですよ私。確かに腫れてる。めっちゃ腫れやすいんですよ、ここのリンパ。ちょっと疲れたらすぐ腫れるんですよ。
で口内炎できたらもうパンパンに腫れるんですよ。多分掴めるから腫れてますね。ですぐ腫れるんですよ。えでもいつもよりは腫れてない、もっとなんかもうやばいんですよ。パンパンに腫れ上がるんですよ。ここがもうゴリゴリなるんです。もうね今にも引き抜けるんじゃないかくらい腫れるんですよ。あれ面白いですよ。引きに行こうとしてるもん、いつもこうゴリゴリしてこうこう。でも今はそんな話せるくらいまで膨らんでないんで、いつもよりは腫れてないです。すぐ腫れるんですよ。何なんですかね。どう思います、これ。微妙。まっすぐ S 字に戻すんですけど、ちょっと切りすぎたんですよ。似合わない。まあセットが下手なんでしょうね。さよなら。熱ないとはもう測ってないけど、測らんかったら熱ないんやって、ペンギン情報。ヘアアイロンは会長です。友達と遊ぶのめっちゃ久しぶりやから服決めよう。でも今絶対そんな時間ない。さよなら、ありがとうございました。服